さんこんにちは、自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今日はこちら新型キックスのマイナーチェンジモデルパワートレインが新しくなりましたので走りのレポートしてまいりたいと思います。テストコースで思いっきり試乗してきました。皆さんどうぞご覧ください。かなり短めになってますのでサクッと見ていただけると思います。それではチャンネル登録高評価ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それではですね、なんとキックスもマイナーチェンジをいたしました。マイナーチェンジになって何がしたかというとですね、結構すごいマイナーチェンジだと思うんですけれども、おお、いいね、うん、もうすでにその良さ体感しておりますが、はい、このですねキックス、第2世代の e パワーに、まあ、あのパワートレインが刷新されました。でもう一つすごいんですけど、それによって四駆になったんですね。めちゃくちゃ嬉しくないですか。で今までやっぱりね、この、キックスっていうのは、まあ、コンパクトクロスオーバーというか、まあ、コンパクト SUV なんですけれども、まあ、肉モデルだけだったんですよね。だから、まあ、リアルに雪国の人とか、まあ、ちょっとこうね、降雪地帯の人が乗るにはですね、まあ、ちょっと、こう、スペック的に選びにくいっていうものだったんですけども、それが e パワーの四駆になったので、すごくね、選びやすくなったし、買う人増えるんじゃないかなと思います。このコンパクト SUV 非常にね、あの、競合ひしめくセグメントではありますけれども、そんな中で、まあ、その素性に乗ったというかね、やっぱりこう、四駆に、SUV なんだから四駆で行きましょうよっていうね、感じでしょうかね。なので、あの、非常に商品価値が上がったというのが、まあ、今回のポイントかなというふうに思います。あとですね、ご覧の通り内装がすごい綺麗になりました。おしゃれになりましたね。で、これもやっぱ選びやすいポイントとかね、選ばれるポイントになってくるかなと思います。Kicks の動画、当チャンネルでもお届けしておりますけれども、やっぱりちょっとですね、あの、内装のプラスチックさっていうのが気になっていたので、ここまで内装が綺麗になるとね、走行と非常に相まってですね、走行の上質さと相まってですね、あの非常に故障品力が高くなったなという感じがしますね。はい、そしてこの第2世代の e パワーになったことによってトルク出力ともに向上しております。でしかも AWD になったということで、今ね、あの坂道を駆け上がるようなハンドリングワインディングロードに入ってきましたけれども、こういうところでも非常にね押し出し感がある、めちゃくちゃグイグイ走る感じがします。うん。やっぱ四駆になると、まあもちろんオフロードっていう、あのね、あのアクロとかオフロードとか、まあそれから雪道なんていうところにも、まあ信頼性があるものではあるんですけれども、私は意外とその生活四駆というか、日常的にこの四輪駆動に乗ると、そのあまりのね、サポートの素晴らしさに感激しちゃうんじゃないかなと思うんですけれども、特にね、FF モデルばっかり乗ってた人はですね、この四駆の e パワーに乗ると、あれ？こんなにコーナー曲がるの楽だっけ、コーナー後半っていうことをですね感じるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。本当にね、街中で感じる良さっていうのがねきっとあると思いますし、このキックス今そういう実感も得ております。あの重厚感というかそういう感じの四駆ではなくて、本当にあのコーナーを足してくれるみたいな感じのイメージの四駆ですので、まあ、持ちも重りのするような、だからステアフィールが重くなったとかそういう感じではなくて、むしろその軽やかにハンドルを切っていけるっていうのがこの e パワーの四駆の特徴かなと思います。まあ、大体ね、あの ICE の四駆になると重量も上がりますし、あの非常になんていうんですかね、あの味が肉と四駆で変わったりとかすることもあるんですけれども、 e パワーはねその辺あの、まあ、電気の味付けが非常に上手になされているので、まあ、あのスッキリ感それから軽快感っていうのはそのままに四駆のアシストによって走行のフィールのリニアさが上がったというかね、そういう感じに受け止めていただけるといいかなと思います。こういうところがね意外と90度にね今ククッと曲がるところに入ってきましたけど、こういうところが意外といいんですよ。あと今ぐにゃっと曲がります。こういうとここういうとこに後半踏み出していけるんですよね。一回その深いコーナーに入るとコーナーの頂点でどうしても失速するじゃないですか。で、その失速したところからの再加速っていうのがやっぱり ICE ガソリンエンジンものだったりとかすると、まあ、ワンテンポ遅れる。で、さらに FF とかだと、まあ、もちろんですね、e パワーの FF だと、モーターのトルクがあるんですけれども、まあ、その、モーターのトルクの FF よりも、さらにリアのモーターの駆動分が、ぐっと押し出してくれるので、ハンドルを切っていても、そこでこう、アクセルを踏めば、ぐにょんと曲がってくれるっていうような感じの、すごくこう、リニアな感じのハンドリングを楽しめると思います。だからちょっとね、ハンドリングの性格が違うかなっていう感じですよね。うん、まあとにかく
すごく頼りがいがある。まあ、やっぱりこれはでもね、モーターのトルク、まあ、出力、ともにですね、向上しているということもありますので、この、パワーが出された分の、リニアさっていうのもね、もちろん相まっているかなというふうにも思いますけれどもね。で、さらに、今回、その第二世代の E パワーになったことによって、ガソリンのエンジンの駆動頻度、だから始動頻度、稼働頻度が下がったんですって。で、まあ、少なくしたんですよね。だから、より伸縮性が高くなりましたっていうふうにおっしゃってました。で、確かに、うん、静かなんですよ。今結構な速度で、まあ、このコース、まあ、100キロとか、出るコースなんですけれども、今80キロぐらいで直線走ってますけれども、非常に静かです。その直線で、走っていて、もう、やっぱりすごく静かだなっていうふうに思いますし、このコーナリングの時にこう走っていても、その静粛性っていうのが確かに上がったかなっていうふうに思いますね。うん、なんかもっとエンジンっぽい音がしてたような、確かにそんな気もします。でこれに乗っちゃうともう静かさに慣れちゃうんですよね。不思議なことに。で、このエンジンのうーんっていう音よりも、むしろ路面からのコーっていうね、タイヤの音の方が入ってくるみたいな感じの印象もあって、いやー、ほんとね、エンジンの始動頻度を下げるとかいうのは、まあもちろんその燃費とかにもね、関わってくるところだと思いますので、よりまた一層燃費が良くなったんじゃないかなっていうふうにね、実使用でそのメリットを感じるんじゃないかなっていうふうにね、思いますよね。いやー、ほんと、すっきりしてます。後輪にも駆動があることによって、ちょっと悪路に入っていってもですね、少し安心というかね、あんまりこう車がバッて触れても、アクセル踏んでいけばなんとか挙動が落ち着くから、まあいいや、みたいな感じで、安心感もちょっと増えたような、そんな気もしましたね。うん。走り心地めちゃくちゃいいです。まあ、とにかく、まあ、四駆になったっていうだけで歓迎する人はすごくいると思うので、非常にいいかなと思いました。おまけでもう一周行かせていただきました。あとですね、もう一つ、まあ、絶対的にこのユーザーメリットとしてはですね、精神安全装備が強化されたということにあります。で、まあ、今回はサーキットというかテストコースで走っているので、まあ、そこまではですね、ちょっと実証ができないんですけれども、この辺の、やっぱりこう、ね、マイナーチェンジのために新しい車を買う理由っていうのがそこにある気もしますので、すごく歓迎されるところじゃないかなと思います。まあ、ともかく、本当にね、四駆いらないわって思ってる人でも、ちょっとね、これ乗ってみてほしいなと思うんですけれども、FF よりも、やっぱり後輪にお仕事をさせることによってですよ。E パワーってそもそもだからモーターなので、そのガソリンエンジンものよりも瞬発的になおかつ緻密に車輪を制御することが、四輪それぞれをね、制御することができるんですよね。で、これによっての良さっていうのが、もう、雪降らないから四駆いらないっていうエリアの人でもね、ぜひちょっと走ってみてほしいなと思うんですよ。特に、ロングドライブ好きな方とか、山間部に住んでらっしゃる方とかは、毎日毎日ね、この絶対的な恩恵を感じると思うんですね。で、今、この、テストコースの中に、ハンドリング ルートが用意されていて、こう、右へ左へと切り返すようなワインディングを走行しているんですけれども、こういうとことかでもね、絶対的に、その、車が外に出ていかないというか、ちゃんと、こう、後輪が、お仕事をしてくれるので、本来ならば、ちょっと、こう、膨らんでいくようなところも、あれちょっとこう、オーバースピードで入っちゃったと思っても、ハンドル切ってバンって、こう、アクセルをバンって踏んじゃダメですけど、アクセルをガッと踏めばですね、ぐるんって曲がってくれたりとかするっていう、そのトルクのマネジメント、駆動のマネジメントっていうのが、すごく、繊細にとか緻密にね、されるので、本当楽ですよね。楽。自分がそのハンドル切って、こう進んでいくときに楽。だからこういう、今、左に、こう、だらーっとしたコーナーを、こう回り込むようなコーナーを走ってますけども、こういうところも、一回打角を決めたら、そのまんま修正しないで、くるるるるるんって曲がっていけるっていうね、すごく、本当に楽ですよ。イージーなハンドリングが、叶えられるっていうのも、一つ、ポイントかなと思います。
これもね、そうそう。だから、前書きだけではなくて、まあ、後ろも書いてくれることによってですね、後ろ、後輪まで綺麗に、こう、手を添えてね、コーナーの最後まで押し出してくれる、みたいな感じのイメージって思ってていただいて、思ってていただけるといいかなと思いますけれども、AWD の、その、良さ、繊細さっていうのが、まあ、非常に出ているかなと思いました。だから、FF だけではなくて、もう、雪国の人も本当に積極的に選んでもらえたらなと思います。そしてこれももちろんですね、ドライブモードが選べるんですけど、スポーツにすると、ワンペダルモードもできますので、この辺も、だから B にすればいいのかな。結構ね、しっかりと、はい、回生が効くものになっております。はい、というわけで今日はこちら新型キックスのテストコース試乗をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。生活用具本当にぴったりです。走りがめちゃくちゃ良くなってました。これにびっくりしました。内外装も可愛いのでね、ぜひぜひ再びこのキックス注目してみてください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひぜひよろしくお願いします。自動車ジャーナリストの今井由紀でした。バイバイ。And your smile is the icing.